おはようございます。ティダと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆さんにお知らせがあります。なんとですね、僕の自作のフリーゲーム猫太陽オルタナティブがですね、完成いたしました。よっしゃ、やったやった。もうね、一本のゲーム作るのにね、やっぱ何ヶ月かかかっちゃうね。そんな苦労してね、あげたゲームがですね、フリーゲームサイトのね、審査に落ちました。これはつまりどういうことを意味するのかというと、誰にも遊んでもらえないと。一部の人に配って遊んではもらったけどさ、世界に羽ばたかなかったということです。今別のゲーム作ってます。はい。何がダメだったんですかね。ちょっと一部始終をちょっと皆さんに見せるんで、それをちょっと見て皆さんの感想を聞きたいな。というわけでそのゲームの一部をどうぞ。見てください。もうですね、ふざけた企画やってるせいなのか、それとも僕がゾーマをお遊びで使ってるからなのかどうか知りませんけど、ゾーマの討伐回数もえらいことになってますね。指導も99回だけど、指導も99回倒したって恐ろしい話だけどさ、ゾーマも99回倒したんですよ。ってことは、普通に考えて、もうゾーマに普通にガチで挑むんだったら、もう倒せないわけがない。ということなんですよ。今回はですね、ガチなパーティーを使って、ゾーマに対する必勝パターンを思いつきました。必勝パターンを思いつきました。必勝パターン。それがこちらです。というわけでね、まあ、見ていただいたらわかる通り暗黒に強いね方々をご用意しております。で、今回はね、おしゃれ着はなしでいきます。なんでおしゃれ着はなくても倒せるよ、もう必勝だよっていうのをね、今回は皆さんに見せていきたいと思います。何？なんだって？毎回必勝が必勝じゃないって？違う違う、もう今回はもうガチマジガチのマジ、マジマルス、マジマルスだから。消そう消そう最後最後やばいやばいダブル消そう耐える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 。うわーうわーうわー。序盤のモンスターでもあるカマッチマデモンがこの戦場に駆り出されるというね、いびつな光景の中、ゾーマに挑んでいきたいと思います。さあ行きましょう。必勝パターンをお見せしてやろう。まずは大魔王白目、ここを越えなければ話の先が全く進まないんですが、ここを越える自信はね、もう 100% と言ってもね過言ではありません。そうさあ 100% 勇気。さあそんなわけでやりていくわけですが、まあ基本的には物理技を振る感じですね。投げ切りを亡霊ですら物理振ります。なんでかってゾーマの賢さが高すぎるからです。ほう、あ、サイコキャノンね、まあまあ余裕で受かりますよ。サイコキャノンなんで余裕で受かります。はい、余裕ですね。まあ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 、心麻痺は仕方ない、心麻痺は仕方ない。むしろね、メラゾーマが来ないことをね、来なかったことをね、ちょっと喜ぶべきだという話です。麻痺は仕方ないんでね。さあ打撃がよく通るんでね、ゾーマは。はい、オッケー、いいよ。十分な打点出るよ。一番打点が出るのはこのマチルダこと、内藤馬之助！行くぞ！いいやり！ 408！ やばいな。で、ここでですね、マジックバリアを使います。
2ターン目はマジックバリアを使うと、あの、相手の行動の関係上、もうダメージゼロです。で、ここはね、確実に勝つためにジェシカにマジックバリアを貼ってもらいます。さあ、ここ。よっしゃ、オッケー。ちょっとね、怖いなね。このカマッチなんだよね。いいねー。カマッチが一番打点出んのか。へぇー。ナイトリッチより火力出てる。あ、ちょ、この野郎この野郎、おーい、バキもなんて撃つんじゃない、効かない、そんなに。ほら、見てみー。いや、割とキードの方やけど、白目やからええな。白目やからよかったな。ほら、マヘドなんですよね。マヘドが溜めるなんで、まあ、最悪溜めるを引いても、次のターンの、攻撃は余裕で受かるんで、ここはね、問題なしですよ。止まれお前ら、もう、ナイトリッチで何をやっとるんだ。え、とどめるために3300ぐらい乗せないといけないんで、まあね、このペースでいけば、まあ、乗せれるとは思うんですよ。まあ、呪われる。はい、オッケー。呪いのかまどね、ナイトミアソードがね。あ、呪文来ましたね。さあ、こいつら呪文耐性にお薬がいい。ほい、72がおるわ。一番食らったのカマッチだったか。カマッチが一番食らうのか。まあでもね、カマッチが一番食らったとしても260程度ですよ。うん。皆さんね、暗黒耐性が素晴らしい方々なんでね。はい。暗黒耐性も何パーカットなんだろうね、確か。90パーカットとかじゃなかったっけ。なんか90パーカットぐらいじゃなかったっけな、耐性。さあ。これは5ターン目にとどめでいいかな。それぐらい悠長なことができると思う。こいつらの耐久なら余裕ですね。5ターン目まで伸ばしましょう。ここ、マヘド。マヘドはね、ちょっとカマッチがちょっと小弱点取られてんだけど、まあ暗黒耐性があるんで何とかしてくれるでしょう。156に抑えてる !69 に抑えたやつもいるさあ、悪夢の剣技や。ナイトメアソードで、これ乗るんじゃない？そうね。またかよ、お前またかお前またなのかおい、ナイトメアソードさ、なんでそんなにポコポコ外すの？そんなにポコポコ外れ技じゃねえんだぞ、言うとくけど。なんなの、お前。まあ。3352だから、どうせ足りてなかったか。さあ、呪われる、1、2の、さっ、いけ、いいね、必勝パターンや、これが、ゾーマの。相性こそないもののね、みんな暗黒に強いからね、回収しきやうん、最近の誰に飛ぼうが受かりますよ。さっきのカマッチですらあれだからね。はい。余裕 !385! はい、勝ちました、ありがとうございましたはーい、勝ちでーす。私たちの勝ちでーす。まあ、白目はね、ざっとこんなもんですよ。はい。じゃあ、次行ってみよう。次が本命ですからね。うん。次がね。本命はこちらですよ。やっぱり。12500というね、HP でね、あ、原作再現さながらの HP でね、絶望で叩き落とした。来たねー。大魔王ゾーマ、赤目ゾーマです。今回はさすがに光の魔使わせてもらうわ。だってそうしないとね、悪魔の騎士とかね、ダンスラゴンとかメタルハンターとか用意するはみになるからさ、大変なんだわ。まあ、1ターン目に、まず光の魔を使います。使わないと話が進みません。こればっかりはね、はい、光の魔使いましょう。これはもう最前提ですよ。これはもうマストであるべきです。必勝というならこれはマストであるべきです。残念ながら。現地で持ってないお友達はね、優しいお兄さんに貸してもらってください。これはあの縛りでもやってることだ。光の玉だけは。そうしないと勝てないから。さあ、ここからね、3300ぐらい削ります。
ちょっと打撃が通りにくくなったんですけど、まあまあ、それでも377出てんだったら。お、マヘドか。さあ、威力上がりました。白目よりね、威力上がったマヘドをどれぐらいで受け切れるかってのも大事なポイントですね。ドン！まあ、500以内に抑えてるなら大丈夫だ。500以内に抑えてる。それでも嘆きの亡霊どうなってんの？嘆きの亡霊どうなってんの？お前の呪文耐性は。まあ、全ての呪文に強い、全ての属性攻撃に弱いやりな、お前は。いいね。必勝パターンあるよ、これ全然。まあ、言うてこいつは、例のあれがないんですよ。例のあれというのはもう、皆さんお分かりの通りなんですけど、5ターン目にいてつか波動を使わないんですよ、こいつ。なので、行動不安による心配はないです。むしろ心配なのは削り切られてしまう方を。5ターン目に天使の歌使えばいいじゃないですか。だから言っちゃえば。なんだったらね、この火力だったら、4ターン目とかに相手を沈めることも可能なんじゃないかって思うぐらいね、いい火力してるね、君たち。波動、ここの波動は大きいね。ここの波動大きいですよ。魔界の豪華を避けたというのはかなりでかい。順調順調。2ターン目3ターン目は魔界の豪華とか破滅の炎が来るんですけど、まあ、まあそれを暗黒体制でね、強引に多分だいぶ軽減できると思うけどな。あ、来ましたね、破滅の炎。さあ、どんぐらい食らうかですね、これは。はい！まあ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 、かまっちがよく燃えた。かまっちがよく燃えちゃったなーっていう感じだな。まあ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 、でもね、余裕ですよ、まだ耐久。耐久に余裕はあります、全然。お！これ、でもさ、いい感じにダメージ与え続けてられてるからさ、いけんじゃねえか？これはいけそうな気がしますね。4ターン目にもうさ、相手をマットに沈めてしまうことも可能なんじゃないですかね、これ。ちゃんと当てればね。ちゃんと当てればの話だよ。まあもちろん僕が言ってんのは。いけ！しっかり当てろ！しっかり当てればいけると思うぞ、これ。SP なしでか、実質 SP なしで勝てるぞ、これ。OK！ 3319、食べていい。あっと、死者の呼び声ですね。これがね、暗黒と、爆発だったかな。うん。呼び声どんぐらいか ?430、余裕です余裕ですね。全然余裕で受かってますね、430は。暗黒耐性が凄まじすぎて、普通の死者の呼び声って大体700ぐらい食らうんですよ。それを食らわないと。はい、勝ちました。はい、必勝パターンです。本当に必勝パターンになっちまった。いやー、もう申し訳ないね。ね、SP 使わずしてね、実質。だから、耐久に不安があるなら賢者の石使うこともできたし、マリベル城の天使の歌、外しがあったらマリベル城の天使の歌とか、そういうこともできたんで、全然もう本当に余裕でしたね、このパーティーは。さすがにゾーンは99体倒したらね、男ですよ。面構えが違います。僕の面構えはライアンみたいなもんですよ。うん、すなわちね。はい。いや、綺麗に終わったね。一回ぐらい負けてもよかったんだけどね。こんな通じ書きでいいのかなぁ。